猛虎ならば去ったぞ。猛虎ではなく賊の一味が菰田を荒らし回っているのです。私の家族も皆殺しに、ひどいありさまで。俺が敵を討って死んぜよう。どこで殺されたのだ。我が家です。ここから北の川沿い。そこから足跡を追ってみる。お主の名は？咲と申します。家族の無念必ずや晴らそう。お前はかけがえがない。あれが先の家、中の様子は。賊と戦ったのか。からだ、家を漁ったか。この地が記されておる。これは。ようやくお前と夫婦になれるだと。雪吊りの殺しではない。中は十分、次は外だ。主を守ろうとしたようだ。
多くの足跡が街道へ。お侍、お助けください。何があった？ケチの集落のことを聞いて、馬や薬を届けてやろうと思ったんですが、賊どもに見つかってしまい、荷を奪われました。奴らはいずこへ行った？コモダの村がどうのって、焼けたはずですがね。行ってみよう。お主は、ケチまで歩け。合点です。奴らを見つけて、叩きのめしてください。Ah!
コモダの村、ここに賊が。先の家族を殺めたやから。さあ来い。頼むよ、見逃しておくれ。真実を話せ。何を笑っておったのだ。バカな女が、ハルオっていう賊の頭に惚れちまったんだ。米の隠し場所まで漏らしてね。その女はサキか。そう、サキだけど、ハルオと夫婦になるどころか、結局家族を殺され、米を奪われ、しまいには捨てられた。先の家族の敵討ちに参った。消え失せろ。先に確かめなければ。Okay, beat it! Beat it, invent it! And how much men? It didn't look nice to it!気深いお方でよかった。さあ早く逃げよう。どうかお受け取りください。
よし、影。いや、何か聞こえた。知らがあったの。なんともひどいお話ですよ。戦はすぐに終わる。先はどこだ。川に身を投げました。家族が死んだのは自分のせいだと思ったようでして。お主があった族にたばかられておったのだ。仇を討ったというのに。それはありがたい。きっと先も成仏するでしょう。